ルキウス・タルキニウス・コレッラティヌスは、紀元前6世紀頃の共和制ローマの人物。共和制樹立のきっかけとなった、ルクレティアの夫であり、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスと共に、共和制初のコンスルを務めた。ローマ最後の王タルクイニウス・スペルブスのコセクストゥスは、ローマ軍のアルデア行為中、コンラティヌスに、妻の比べ愛の余興を持ちかける。セクストゥスの妻らは、 ローマで宴会を開いて遊んでいたが、コンラティヌスの妻ルクレティアは召使いたちと夜遅くまで糸紡ぎをしていた。その低縮さに邪念を募らせたセクストゥスは後日ルクレティアを暴行し、ルクレティアは親族を呼び寄せて復讐を誓わせ自殺してしまう。コンラティヌスは友人ルキウスユニウスブルトゥスやルクレティアの父スプリウスルクレティウストリキピティヌスらと共に反乱を起こして、 タルクイニウスの一族を追放。ブルトゥスは共和制を開始し、プラエトルという職務を設置、定員を二人とする。コンラティヌスは、ブルトゥスと共に、初代プラエトルとして就任した。失政官となったコンラティヌスに対し、人々はその名前が暴虐な前王を思い出させるという理由から辞任するよう嘆願した。コラティヌスはあまりに、 理不尽なその要求になかなか首を縦には振らなかったが、ートノルクレティウスの説得を受けて、結局辞任し、さらに今後また同様の言いがかりをつけられることを、恐れて、ローマを引き払い、ラヌーイウムへと移り住んだという。コンラティヌスの辞任を受け、初の補充指示生官として、プブリウス・ワレリウス・プブリコラが選出された。ありがとうございます。